国立科学博物館、国立科学博物館、国立科学博物館、英称、ナショナルミュージアム・オブ・ネイチャー・アンド・サイエンス、略称、科博。科博は、独立行政法人国立科学博物館が運営する日本の博物館。国立科学博物館は、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びに、 これらに関する資料の収集、保管、育成を含む及び講習への協乱等を行うことにより自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とした博物館である独立行政法人国立科学博物館法第3条。当館は博物館法における博物館ではなく博物館相当施設である。これは博物館法が 国の施設を範中としていないためである。全国の博物館の指導的な立場としての事業を数多く言っている。独立行政法人化によって国から切り離されたが、その後も名称に国立を冠している。これは海外との関わりにおいて国の機関であることを示す必要があるために認められた特例である。施設は東京都の2カ所と茨城県つくば市の1カ所。 計算箇所に分散している。展示施設は、東京都台東区の上野恩賜公園内に所在する、上野本館、東京都港区に所在する付属自然教育園、茨城県筑波市に所在する筑波実験植物園、通称、筑波植物園と、昭和記念筑波研究資料館、筑波実験植物園の敷地内、一般には、非公開がある。研究部門は、新宿区百人町、 新宿文館とつくば市、つくば実験植物園の敷地内とに分散して、所在していたが、2012年に、つくば地区に集約された。なお、上野本館という時は、上野地区の施設全体を指す場合と、その中の日本館と呼ばれている建物のみを指す場合とがある。一般的には、国立科学博物館といえば、上野本館の施設と同義である。エントランス側に面している。 日本館と呼ばれている建物は、当館のシンボルとして強く人々の間で印象づけられている。近年の独立行政法人化によって、国としての役割を担うように強く求められている。行政改革の流れで、国立博物館との合併が取り沙汰されたが、現時点では合併されることなくそれぞれ別法人として運営されている。なお当館同様、日本科学未来館は、 国が関与する科学系の博物館ではあるが、互いに全く関係がない法人である。館長は林義弘、2013年4月1日就任。なお本記事では、主として上の本館について触れる。それ以外の施設については、それぞれの項目を参照のこと。当館は1872年、湯島聖堂内に、 博物館を設立したことに期限を持つ。創立は1877年に教育博物館が設置された時としている。その後、高等市範学校の付属となり、博物館としては活動が停滞していた時期もある。大正時代に科学博物館設立の機運が高まったことを受けて、1930年、上野公園内に新館、 現在、日本館と呼ばれている建物が建てられ、その翌年には、東京科学博物館と改称され、東京市の施設となった。1949年には国に移管され、現在の国立科学博物館となる。その後、自然教育園や資源科学研究所を組み込んだ。筑波研究学園都市の開発に伴って、筑波実験植物園が付属施設として設置された。 これによって大まかな現在の拠点が揃うことになる。4075,991点、平成23年度時点。うち常設展示数は約14,000点。他は筑波地区で保管、研究されている。年20万点程度を新たに収集しており、2019年度時点では約470万点に増えている。所蔵品のうち以下のものが、 国の重要文化財に指定されている。また、日本館が旧東京科学博物館本館として2008年6月に重要文化財に指定されている。詳細は下記を参照のこと。関東大震災の復興事業の一環において1931年9月、東京科学博物館本館として竣工した。ネオルネサンス様式。設計は、 文部省大臣官房建築家の文部技士、加スヤ健造。2008年6月9日に重要文化財に指定された。この建物は人々から愛され国立科学博物館のアイコンとしての側面を持ち、上空から見ると飛行機の形をしている。展示場のほか、天体観測用のドームや坑道などの設備を持つ。 関東大震災クラスの地震に対しても耐えられるように作られており、現在の建築基準法の基準に照らし合わせても問題ないとされている。上の本館は人類と自然の共存を目指してをテーマとし、日本館と地球館の二つの展示館からなる。日本列島の自然と私たちがテーマ。2007年4月17日にリニューアルオープン。展示エリアは地上3階。 地下1階。日本列島の地質と複雑な自然環境の日本列島に生きる生物について気候別、地形別に展示している。桜井金一木造の桜井鉱物コレクションを中心に日本の鉱物を展示している。日本列島の形成を表す岩石や日本で発見された様々な生物の化石の展示により日本列島の生い立ちを解説している。 複雑な環境に適応し、日本列島にて独自の進化を遂げた生物を解説している。日本列島の自然の中で、現在の日本人が形作られた過程、及び自然との関係の歴史を解説している。日本人の持っていた過去の科学技術を解説している。地球生命史と人類がテーマ。展示エリアは、地上3階、地下3階。 1998年に第一期工事完了。翌年4月24日から常設展示公開。第二期工事完了後の2004年11月2日にグランドオープン。2014年9月から北川展示場の改装工事を開始し、翌年工事が終わり7月14日にグランドオープンした。哺乳類及び鳥類の剥製を展示している。多様に進化した。 現代の生物の様子を解説している。恐竜を解説している。恐竜以外の古代生物を解説している。球体内部の壁全面をスクリーンとした360度全天球型映像シアター。愛、地球博の長くて日本館で公開されていた地球の部屋を移設した。2006年12月21日から一般公開。地球の大きさの 約100万分の1である内径12.8メートルの球体内部の壁面全体に映し出される映像を球体の中心を貫くように渡された橋の上に立って眺める。2009年12月13日までは、愛、地球博映像から1本、国立科学博物館オリジナル映像、第一期作品から1本の合わせて2本が2ヶ月ごとのローテーションで上映されていた。 2009年12月22日からは、オリジナル映像に新規映像が追加され、従来のオリジナル映像との組み合わせで上映されることとなった。また、愛、地球博映像については毎週金曜日の19時頃に3本、まとめて上映されることとなった。2019年3月18日、シアターのリニューアルと、伊勢食品が命名権を獲得、4年間、 伊勢食品ティーター36となることが発表された。3月19日、リニューアルオープン。同年7月26日、入場者が600万人を達成。海の食物連鎖は、英文連アワード2010、主催公益社団法人映像文化制作者連盟において、文部科学大臣賞を受賞。百六十九年から百七十一年にかけて、 フロア全体の大規模な展示更新を行った。1981年から1995年にかけて1、2回フロアを生物の進化という共通のテーマで改修を行った。改修以降の展示配置、括弧内は開催期間、開催日数、入場者数、日本における唯一の国立の総合科学博物館として自然史分野及び、 科学技術士分野において研究を行っている。国立科学博物館の研究組織は5つの研究部、2つのその3つのセンター及び昭和記念筑波研究資料館によって構成されており、主に筑波地区に置かれている。微生種からクジラまであらゆる動物群を研究対象とする植物、菌類、地類、藻類などを 研究対象とする。地球の生い立ちを理解するために、地球を構成する岩石、鉱物、生物の変遷史を記録している化石を研究対象とする。人類の進化、拡散、変異、日本人の形成過程を調査研究。日本の科学技術の発展過程を明らかにし、未来へ結びつけるために、科学や技術に関する資料の収集及び調査研究。 理工学の基礎的研究も行う。筑波実験植物園を参照。国立科学博物館附属自然教育園を参照。標本資料の収集、保管体制の整備、効果的な活用、各研究部との調整を行う。国立科学博物館では、各研究部ごとに、標本資料を管理していたが、全館的な視野で収集、保管、活用を行うために設立された。 2006年7月設立。収集、保存した標本から DNA を抽出、解析、データベース化し、生物多様性研究や分類学の発展に貢献する。2006年7月設立。昭和天皇が長期にわたり、相模湾や那須、皇居において収集した自然史標本や資料6万点以上を収蔵。それら標本の分類学的な研究や、 新たに収集した標本との比較検討により、生物症の変遷について研究する。1993年6月設立。日本の産業技術の発展の歴史、その技術発達と、社会、文化、経済などの関わりを研究。重要科学技術史資料、未来技術遺産の選定と、大腸登録も行う。 国立科学博物館の所蔵品をフィギュア化した科学所蔵品再現モデルと国立科学博物館カプセルミュージアムが販売されている。監修は国立科学博物館造形企画制作は海洋堂開発販売元はジーン・ザ・スタディールーム。2004年11月2日新館現地球館のグランドオープンを記念して発売。 地球館の代表的な展示物が題材、全12種類、税込み950円。発売されたモデルとその標本の展示場所は、以下の通り。2007年4月17日、日本館のリニューアルオープンを記念して発売。日本館の代表的な展示物が題材、全9種類、税込み300円。発売されたモデルとその標本の展示場所は、以下の通り。 上野公園内に位置する国立科学博物館本館は、縄文、弥生時代から古墳時代の遺跡、あるいは幕末維新期の動乱で消失した江戸時代の加盟寺市委員軍の遺構を地下に包含する上野忍が丘遺跡、上忍が丘遺跡の一角を占めている。1994年より、博物館の新館整備など、再開発に伴う考古学上の発掘調査が行われ、 当時上の本館正面に設置されていた座頭クジラの模型、現在は品ガスクジラのものが展示されている基礎部分、屋外展示模型地点と本館裏手にあった探検館、跡地部分が発掘調査された。発掘の結果、江戸時代の関英時のシーンであった小流院の礎石、近室や井戸などの遺構のほか、江戸時代17世紀末から18世紀初頭頃の陶磁器、 同期、火災で焼けた、大量の瓦などが出土した。変わった、出土物では、当時のベトナムである、安南から破来した染付、安南染付の破片が挙げられる。さらに古い時代の遺構、遺物には、弥生時代の縦穴住居跡、古墳時代の埴輪片が出土した。隣接する西洋美術館構内では、古墳時代の縦穴住居跡が多数確認されている。 上野本館構内での発掘調査はこれまでに2回行われ、調査成果は報告書にまとめられ、台東区内はもちろん東京都内の公共図書館等に配布され、自由に閲覧できる。括弧内は在職年、2013年4月時点、生都市順、括弧内は青年、没年、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。